こんばんは、吉谷さん。カードを作って1万円、いいじゃないですか。私もね、今までに何枚カード作ったか分かんないですよね。だいたい1枚カード作ると、7、8000円から1万円、場合によっては5万円ってのもありましたね。1枚カード作って5万円もらえるんですからね。どれだけカード会社儲かってんだって話ですよね。カードをたくさん作ってもらって、お金を払って、その中から、払ったお金以上に使っちゃう人がいるってことなんでしょうね、きっと。まあカードっていうのはお金を使うために作るものですから、それはね、たくさんカードを作ってもらうと売り上げ上がりますよね。手数料も 3% とかでしょ、うん、カード決済とか審判会社入れると高いですよね。だからスパイクとかだと安く済むんじゃないですかね。さあ、それでね、私ももともとその何でもかんでもセルフバックができたわけじゃないんですけども、なんか一戸建てを持つようになったら、その家のセルフバックって結構あるんですよ。外壁塗装で2万円とかね、見積もりだけですよ。でリフォームの見積もりっていうのが箇所によっていろいろあるんですよ。トイレとか、うん、天井とか水回りとか駐車場とか、それぞれにリフォームのセルフバックってあるんですよね。3000から5000円、それから火災保険ですよね。これがね5万円ぐらいあるんですよ。全部できるんですよね、これもね。そうですよね。だからね、一戸建てがあると儲かっちゃうみたいな。で、賃貸でもですよ。なんか太陽光のことで儲かっちゃったこともありましたよね。で、これは私が不動産をやってた頃に実際にやったのと、何人かの人にお勧めしたんですけども、太陽光のね、なんか見積もりってあるんですよね。なんか屋根とか土地とかに太陽光のパネルを引く、その工事をするための見積もりっていうので、なんか2万とかねあるわけですよ。でそれを考えた時に、その自分が不動産屋を名乗ってね、いきなり不動産屋って別に始めればいいんですよ。で不動産屋を始めて、太陽光専門の不動産屋ですよっていう体で始めて、で近くの不動産屋さんに行って、いや太陽光に適した土地があったら探してるんですけども、教えてもらえませんかって感じで買い手側として行くんですよね。でいろんな土地紹介してもらいますから、その土地に対して太陽光のセルフバックかけていって、でもしねパネルを引くようだったらこの土地買いますからみたいな話で進めていくんですよね。まあそうするとその土地ごとにセルフバックで太陽光の見積もりが決まっていくって感じで、本当にね、ブラックカードブラックの方とか破産された方、もうお金が全然ない方でも、この太陽光でどんどん稼ぐことができるっていうね、そんなことも考えついちゃう人はいませんかって話ですよね。だからね、その情報なんですよね。自分で思いつかなかったら、思いついた人の話を聞いてそれをやるだけなんですよ。でそうすると全くお金がない状態からでも、例えば週に10万円とか稼ぐっていうのは今はできる時代ですよね。それをやってみようと思えばできるんですよ。でもなかなかいろんな理由つけてやらないでしょ。だって YouTube を始めれば儲かるよって言っても、いや YouTube で話すことが分かりませんとか、喋りが下手なんでとかね、顔出しとか絶対無理なんでとか言って、いや一番困ってるのは何ですかって、お金がなくて困ってるんでしょうと。お金がなくて困ってるのに、お金を手に入れる方法をそうやっていろんなね事情で却下していったらずっと困りますよって話なんですよね。だから結局稼いでみたら、あ、こんなことに自分は抵抗があったんだっていうふうにケロッとしたもんですよ。まあそれこそね、顔出しして会社にバレたらとか言うけど、その会社に義理立てて、その会社があなたを食わしてくれてるんですかってことですよね。その会社にいたら不安だから副業しようとしてるのに、副業を今いる会社に遠慮してやらないわけでしょ。これ何なんだろうなと思っちゃうんですよね。まあそんな感じですかね。どんまいどんまい。